ですね、ちょうどですね、今12月2日から12月10日までなんか皇居が一般公開されているということなので、まあね、ちょっとここから見えるんですけど、わかりますかね。ほっ、皇居にちょっと行ってこようかなと思います。せっかくなんでね、結構珍しい。ただなんか2時半までしか空いてないし、なんかね、結構並ばされちゃう可能性があるらしいので、チェックアウトが1時半から、まあ、ちょっとね、時間気をつけながら行こうかなと思うんですけど、また歩いていくのも若干ね、めんどくさそうなんですけど、まあね、めっちゃ食ったんで、ちょっと消化がてら散歩していきたいと思います。はい、中見れるかな。見れたらいいな。今皇居に向かってるんですけど、これ虎ノ門ビルです。これ、これに泊まってるんですよね。道理で気持ちいいわけだ。えらい高いし、あれの上の方っすね。多分52、3階までだと思うので、上から4列目か5列目ぐらいに泊まってるんですよね。で、あとあの丸みを帯びてる右側の角っこのとこの部屋です。必ずも文部科学省ですね。皇居に行く途中で偶然通りかかりました。なんか変わったね、古い建物があるなと思ったんですよね。ああ、訪問したいけど今日はやっときます。また次回。はい、結構なんかおしゃれな建物が出てきたんですけど、こちらはですね、法務省の元本庁舎だったみたいですね。管理はまだ法務省の方がされてるみたいですけど、中は使われてないみたいです。で、この先をまっすぐ行くと、いよいよ皇居に着くそうですね。桜田門のところに着くみたいです、この道は。正面はこんな感じですね。桜田門にやってきました。桜田門街の辺ですね。井伊直弼が殺されてしまった事件です。なんだっけ、1853年かな、ペリーが来航して開国迫った時に井伊直弼が調印してしまったと。で、まあ売国道だっつって殺されたんですけど、まあその事件が本当にね、売国道ということだったのか、まあ英断だったのかね、歴史がどういう風に語るかわからないですけど、まずはここから入っていきたいと思います。もうなんかすでに混んでるみたいですね。10時からのオープンなんで、オープンって言ったらあれですけど、一般公開なんでどれぐらい並んでるかわかんないですけど、とりあえずね、ちょっと行ってみたいと思います。しっかりした門だ。これぐらいの門をうちにもつけたいですね。まあ別に襲われる心配はないんですけど。はい、こちらですね、内門ですかね。さあどうでしょう。あ、でも意外とそんなに混んでないかもですね。ちょっとゆっくり回れそうだな。はい、内門通って外堀があっての、まあ多分回っていく入っていくような感じだと思うんですけど、なんかすごいですね。なんかもうまさにコンクリートジャングルですね。すげえ、なんか疲れる。積み木みたいな感じですかね。もうおもちゃですもんね、ここまで来ると。レゴじゃねえかっていう。レゴランドかって。なんかいますね。白鳥ですかね。
で今ちょっと外堀をね沿って外堀に沿って歩いてるんですけど、今日は意外となんか空いてるみたいで並ばずにスムーズに行けるっていうことでした。なのでちょっとねこのまま行ってみたいなと思うんですけど、ここにねさっき白鳥がいたんですけど、ちょうどこの牛の裏で見れません。なんだこの子は、白い鳩かこれ、なんだこれ。よいしょ、この子はなんだ、気になるけど時間がないので先に進みます。はい、だいぶね見えてきました。お城みたいな感じですね。もう皇居もね来るなら来るで下調べをちゃんとしてこないといけなかったですね。うん、今日はこの感じだとスムーズに行けそうな感じ。はい、今セキュリティチェックを無事終えてこれから、中の方に入っていきたいと思います。結構混んでるかなと思いましたけど、見た目よりは全然スムーズに進んでるので、だいたい30分もあれば見て回れるかなっていう感じです。はい、まず最初の門ですね。これはいかんね、やっぱね下調べをしてから来た方が良かったね。はい、坂下門ですね。坂下門、この奥に宮殿がありますね。はい、宮内庁の前を通り過ぎて富士宮倉を右手に進みながら今つぼね門のところにいます。つぼね門、つぼねっていうのはおつぼね様っていうところでね、江戸城がある時には女性のエリアとして、使われています。この奥にね女性のエリアがあるわけですね。で今ちょっとね一方通行なのでさっきの宮内庁とかもう一回見たいなと思っても戻れない状態なんですけど、この後なんかルートが縦に分かれているようなので今ちょっとこうゆっくり見ながら進もうと思います。どっちに行こうかな。はい、ここからですね道が2つに分かれています。乾門の方は坂下門のちょうど反対側にあるんですけど、こちらで分岐点となっております。乾通りは一方通行のため戻ってくることができません、ご注意ください。はい、 でもただ乾門はですね江戸時代になかったもんなので今回は皇居の東御苑の方に行ってみたいと思います。東御苑は江戸城の本丸、二の丸、三の丸が当時あった場所になるので、あの史跡もねいくらか、見れると思いますので、行ってみようかなと思います。まずは古い方ですね。さあここから行けるのかな。さあここから江戸城跡に進んでいきたいと思います。はい、今皇居の東御苑に向かっているところですけど、石垣の組み方がやっぱり熊本城とは全然違いますね。やっぱ独特な江戸城そのもののなんかこう、なんのかな、再建されたのがいつだったかちょっと自分調べてないんでわからないんですけど、